なるほど。さようでございますか。もちろん私どもがお力になります。ああ、ご安心を。ああ、うちの八神をですか。いや、大変恐縮なんですが、彼は先々まで手一杯でしてね。いつまで続くんだろうな、この八神人気はよ。なあ、沙織ちゃん。源田法律事務所です。ええ、八神は弊社の所属弁護士です。またご指名か。みんな無罪取れる弁護士がいいんだとさ、八神先生。参っちゃいますよ。あの裁判はまぐれもあったってのに。当たり前だろ。判決の 99% が有罪ってんだ。まあだからまぐれだろうが無罪ってやつはでけえ。取った弁護士はヒーローよ。元がゴロつき上がりでもだ。ですね。ですねってお前、いい気になってんじゃねえぞ。なってませんけど。そういう態度には見えねえな。あのな、勝てるばっかじゃねえんだ。俺は先輩としてお前に聞いてんのか。ご忠告ありがとうございます。どうしてもということでしたら、うちの新谷が空いてます。八神より経験豊富な弁護士です。聞いたか。お前のおこぼれが回ってきそうだ。いちいちうるせえな。そんな、本当ですか。まあその点新谷なら。ええ、無罪。でもそんな、無罪は取ったことないですね。めったにないことですから。ご存知ですか、日本の裁判の有罪率は 99.9%。 とんでもない数字ですよね。え、ああ、どうしても八神を。なんだよ、やってらっしゃ。みんなうるさい。はい、ええ、本当に間違いないんですね。わかりました、伝えます。どうした。八神先生に弁護の依頼です。だろうよ。依頼人は大久保新平。ふん。は？大久保新平って八神が無罪にしたあの？殺人で逮捕されたそうです。いや、だからその事件は俺が。前のとは別なんです。ついさっき大久保が包丁で恋人を刺した後、ガソリンで火を。なわけねえだろ。恋人を刺したって、大久保君が恵美ちゃん。そんな、なんでだよ。
あの日、弁護士としての俺はエミちゃんと共に殺された。連続殺人鬼大久保新平の手によって。こちら八神。海藤さん、そっちはどう？もうすぐだよ。今ドンキの近くだ。そっちに向かってる。野郎は見えてるか？あー、見えた。全然気づかれてないな。尾行の腕上げたね。おうよ、我ながら自分の才能が怖え。それは言い過ぎ。しかし面白えもんだよな、探偵が探偵を追ってるなんてよ。ドラマでもなかなか見ねえよな。そんなのいいから、慎重に。こっから俺も後ろにつく。ウェイ、おっさん、邪魔邪魔。うっせえな、おい。邪魔くすんだよ。おい、はあ、なんだてめえこれ。え、なになに、死にたいの？バカかこいつ。おい、何やってんだタボ。いや、チンピラに因縁つけられて、ついついって、お前が慎重にって言ってたくせに。チンピラって誰のことだ？ああ、海藤さん悪い。後ですぐ追いつく。適当すぎんだろ。なんだそれ、マジなのこいつ。へえ、オッケー、やる気満々じゃ。あちお、あちおってか。この野郎、上等じゃねえか。
しもし。あ、カイトさん、そっちは今どの辺？ピンク通りに向かう裏道だ。人気が減ってきてる。分かった。早く来てくれ。俺の尾行じゃそろそろ気づかれちまう。まだ追いついてないって。しょうがねえだろ。とにかく急げ。見失ったらお前のせいだからな。うわ、そういうこと言う。怪しいな。なんだ。と、追いついた。ったくヒヤヒヤさせなって。悪かった。
ちょっと、ちょっとあんた、そろそろ溜まった家賃払ってもらうわよ。もうちょっと待ってくださいよ、あと1週間だけ。本当ね、次はもうないわよ。はい、必ず。よろしく頼むわね。それじゃ。ふう、やべやべ。海藤さん、探偵はチャンピオン街の方に向かってる。チャンピオン街か、あそこが入り組んでるぞ。うん、そろそろ目的地ってことかもな。よし、鳩飛ばそっか。空からもう追っかけよう。お、ドローン。海藤さん、先回りしてスタンバっといて。張り切りすぎてまた壊す。いいから、お前は探偵見失うなよ。